まず選手ロックのやり方なんですけど、左スティックと右スティックを同時に押し込む。そうするとカーソルの形が変わりますので、その次にロックしたい選手、まあ、動かしたい選手に右スティックでカーソルを押す。まあ、近辺僕が動かしてますね。まあ、これが選手ロックですね。で、パス欲しいなーって時に×ボタン。で、今日はね、この選手ロック、どのような時に使うのが強いのか、それを紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。じゃあどのような時に使うのがおすすめかと言いますと、クロスやサイドえぐった時にですね、中の選手に選手ロックするのがおすすめでございます。まあ、フリーにさせるために選手ロックさせるって感じです。まあ、これはマイナスの動きですね。ロナウドのマイナスの動き。でも FIFA はね、結構勝手にマイナスの動きしてくれることも結構多々あるんですけど、今作は結構ディフェンダーのパスカットやシュートブロック、それが結構厄介でね、より確実にフリーにさせるために結構選手固定、選手ロックさせることを結構おすすめしてますね。まあ、選手ロックさせるタイミングなんですけど、まあ、ダッシュドリブルでボールが足元がちょっと離れた時に選手ロックするのがまあおすすめですかね。なかなか難しいですけどね、最初。僕慣れるのだいぶ時間かかりましたね。まあ、今でもだいぶミスりますけどね。これはまあマネのマイナスの動きですね。しょっちゅうミスりますね、選手ロック入力。一応バツパス、ショートパスだけじゃなくてクロスもできますよと。選手ロックはやっぱクロスやサイドえぐった時に使うのがやっぱおすすめですかね。これもまたね、ペン・イデルのフリーになる動き。いやー、オフ・ザ・ボールの動きまでね、再現できる日は本当最高ですね。本当素晴らしい。これはネイマールの若干ニアに、若干ニアに動かしてます。このゴールはリシャルリソンをちょっとだけ止まらせてフリーです。こんな感じでね、サイドえぐった時やクロスの時に選手ロックするのは結構おすすめですね。まあ、よかったらね、チャンネル登録とか高評価とかコメントお待ちしております。